はいどうも、岡田萌音です。パワープロ2020再挑戦実況パート13やってみます。よろしくお願いします。6月に入って交流戦が始まっておりますね。はい。交流戦を制するものはシーズンを制すという格言もありますけれども、そして安定の中継ぎ陣がひどい。今日はジャイアンツ戦ですね。最下位脱出を目指しましょう。先発は種市選手。キャッチャー佐藤選手にしましょうか。で、レアル選手ファースト、菅野選手レフトかな。エチェバリア選手、まあ、そこに飛んでいきますか。実際、まあ、交流戦に入ってからどうなるかちょっと分かんないんですけど、パ・リーグが大体なんか勝ち越してるんですよね。東京ドームです。読売ジャイアンツ対千葉ロッテ。実際に僕らが応援声出して応援できる時がいつ来るんでしょうかね。本当にジャイアンツの先発は右のサンチェス、対するマリーンズの先発は右の種市。この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。サンチェス選手が先発ですね。右のサンチェス、さあ注目の立ち上がり、はい、先頭バッターは岡選手。第9球打ちました。あー打ち損じ、ショートバウンド取った。ここはうまい守備に阻まれました。打ち損じ、先頭は初球アウトがまずいね。第9球投げました。もうジャイアンツ後に響いてきちゃいますんで、守備位置に変更です。投げました、打ちました。引っ張り警戒か、すごいシフトだな。第3球を投げました、打った。これは面白い。岡本神田セーフ。あーダメか。岡本選手のベアハンドスローとか一回見てみたいけどね。結構ベアハンドスロー僕も一回やったことあるんですけど、あのなかなか難しいです。はい。アウト、スリーアウトチェンジ。サンチェス無難な立ち。右の種市。種市選手。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは梶谷。投げました。外角低め。先発は一番梶谷選手。150キロ。打ちました。ファースト右横のゴロ。よし。レアード一塁キャンバス踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。坂本選手が実際怪我してるから、ショートは広岡選手がやったり、若林選手がやったり、投げた。いろいろとやって変わってるんですけどもね。第3球は。よし。種市、三球で仕留めてみせました。バッター。さあ丸選手。魔術師丸、投げた。ストライク。いきなり151キロ。アウトコース低めいっぱい、ストライク。投げた。よし。素晴らしい。最後はキレのある変化球。種市上場の立ち上がりを見せて、もう素晴らしい立ち上がりじゃないですか。2回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。安田選手、ロマンあふれる長距離砲安田。スプリットはねなかなか出ないね。さあ次の投球、パワーカーブ。まあ巨人が首位ですからね。今実際は2位ですけど、ゲームだと首位なんです。大体首位なんですよね。第4球を投げた、打ちました。いい当たり、オーバー。センターへ上がった。ダメか、交代。掴みました。あ、センター勝ち選手、あれはありません。バッターは頼れるスケット、レアード。第9球投げました。外角おーストライク。いっぱい、マジですか。第2球投げました。これいったっしょ、これはいい当たり。これはいったでしょ。エースコア11号のホームラン。先制ホームラン。宇宙間スタンドに叩き込んだ。カットボールを完璧に捉えました。今チームメイトが迎えます。ちなみに1軍にはメッキ選手がいます。はい、こちらが先ほどの日向選手を1軍登録抹消して三木選手を入れました。第9投げました。6番レフト菅野選手ですね。さあ次の投球、ストライク。今日は好調だったんですけどね、打率1割でしたか。第3球を投げました。打った当たり。打率1割でも関係ない。左中間真っ二つ。菅野一気に二塁へ。いや素晴らしいですね。スタンディングツーベース、スタンディングダブルか。バッターは7番佐藤。さあ佐藤選手、あーチャンスに弱い。投げました。外角高め、チャンスに弱いけど関係ないところ見せてくれ。第2球投げた。2球目ストライク。まあ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 、ここはいい、ここはいいよ、しょうがないから。投げた。ここでしょう。痛烈な当たり。ピッチャー返し、センターバックホーム。佐藤ナイスバッティングです。よし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 。なおもチャンスが続いています。藤岡選手、これスクイズでもいいかな。第1球投げた。でもやっぱ強攻策でしょ、やっぱり。センター前ヒット。ボールは中継。で2対0でしょ。で9番種市選手、先
先ほどのプレーバッター、まあ、ここ送るよ。種市第9投げた初球を送って、いいバントになりましたね。一塁へ送る、素晴らしいですね。ここは確実にランナーを進めてきました。で岡選手でしょ、なおもチャンスが続きます。あ、まあ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 、ボールを掴んだ一塁送球、あー当たりは良かったんだけど真正面だもんな。まあでも2点先制は大きいですね。2点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、先頭バッターは岡本、第2球。さあ岡本選手最年少での3割150本100打点、素晴らしい4番に成長しました。これでワンアウトランナーはありません。第9ジャスティン・スモーク選手ですね。マリナーズの時の一回僕アメリカに入学行ってたんですけれども、メジャーリーグの試合見に行ったことがあって、その時4番ファーストでしたね。第9投げました、おっとセーフティーバント、おードラッグバントでもダメ。中村取ってアウト、スリーアウトチェンジ。イーラー選手が今外国人枠の関係で使えないのがちょっとあるんですけどね。この回は2番からの高打順、先頭バッターはマーティン、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。さあ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 、来なさい来なさい。ちょっと狙ってみるか。第3球はセーフティーバント、いやこれはうまいんじゃない、うまいんじゃない、やったぜ。あーダメか、これでワンアウトランナーはありません。いやうまくいったと思ったんだけどな。あーアウトだな。中村最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。打ちました、初球打ち取りました。あーこれ取るんだ。吉川選手の守備範囲すごい広いからな。ロマン溢れる長距離砲安田、第1打席はセンターフライに倒れています。さあ安田選手、第2球投げました、2球目空振り、インコースのボール球に手が出ました。投げました、打った、流し打ち、岡本ボールを取る、1塁送球。安田選手やばいな、ちょっとマリーズ3回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは吉川、第2球やべ、打ちました、いい当たり、やべー、ダイレクトフェンスに当たった、バッターランナーは一塁蹴って二塁へ、吉川ツーベース。いやーで8番隅谷選手でしょ、ボクサー8番隅谷、隅谷選手でしょ、どうすっかな。第9球投げました、フォーカーストライク、第2球投げました、インハイギリギリいっぱいストライク、もう追い込んでいます、インコース引っ張った、うわー吉川一気にホームへ、いやーマジっすか、隅谷タイムリーツーベースヒット、取ってほしかったな。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあノーアウトランナー二塁という場面でサンチェス、キャッチャー、ダメか、第2球見送ってボール投げた、ここは振ってきました、ピッチャーの左へ転がした、よー素晴らしい、素晴らしい、これは素晴らしい。打順はトップに、サードでアウトにできたのがでかいね。155本塁打、センターフライ、打ち返した打球はセンターへのフライ、掴みました、ボールは中継、いや送りバント失敗はね、これはでかいよチーム的に。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。ボール第2球投げた、直球ストライク、アウトローへ投げた、アウトロー、縦のスライダー外れてボール、変化球ストライク、インローへ、まずまずフォークは外れてボール、ランナースタート、あれ見送ってマジか、第9見送ってストライク、いきなり151キロ、流し打ちどうだ、三塁線切れました、ファール、投げた、ボール、おお、これストライクじゃないの、4球を投げた、打ちました、これはサード真正面、よし安田自分でベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ、リプレイを、いやーまあ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 、まあ、この1点はしょうがない、バッター切り替えていこう、頼れるスケット、レアード、ストライク、内角のボール、これもう追加点取ろうぜ、打った、サンチェス掴んだ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番須田、菅野選手、これが2度目のバッターボックス、初球を打った、上がりすぎかな、センターへの打球、伸びないね、下がった、取りました、これで2アウト、やばい、簡単に2アウトになっちまった、まずいな。左バッターボックスは佐藤、今日2度目のバッターボックス、ボール、まずは内角高め、簡単に2アウトになってしまうのが投げました、見送ってストライク、まずいんだよね本当に、投げました、アウトコース高め、ボール、投げました、決まってストライク、第5球投げました、いやーいっぱい、マジかよ、見逃し三振、マリーンズ最後の打者、4回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは岡本、通算155本塁、初球から打ってった、1・2塁間へ、アウト、
これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはスモーク選手、スイッチなんだよな。何が厄介って。打った、レフトへのフライだ、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番重信、最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。第9、今僕の目の前でね、ちっちゃい雲がいるんですけれども、僕雲苦手なんですよね。種市、まあ、大きすぎてもちょっとダメなんですけど、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは藤岡、ちっちゃかったらまあ許容範囲ではありますね、はい。第2球投げた、流し打ち、まあ第3球を投げた、打ったんやった、よーし、じゃなかった、掴んでアウト、ワンアウト、悔しいな。バッターはピッチャー種市、さあ種市先生、第9投げた、決まってストライク、ストレートだけをと、ストレートだけ、ストレートだけ。第2球内角低め、そうそうそう、スプリットはいい、スプリットはいい。第3球を投げた、完全に外れたボール、次パワーカーブでしょ。第4球を投げた、あー投げました、ストレートだった、レフトへのフライになった、取りました。これで2アウト、ランナーありません。初ヒットならず、バッターはトップに帰って岡。第1球初球を打ちました、三遊間のゴロ、ダメだな、一番がこれじゃダメだな、頼みますよ一番。5回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは吉川、一番吉川選手、見送ってさっき吉川選手、杉谷選手連続ツーベースで行ってるのかな、まあ抑えたからいいでしょう。吉川、杉谷選手が塁に出ると、サンチェス選手は送りバントでと、初球打った、さっき送りバント失敗してるからな。切れていきます、ファール。第2球投げました、2球目ストライク、さあ2ストライクと追い込んだ、投げました、ああ素晴らしい、低めいっぱい、見逃し三振、素晴らしい素晴らしい、見事なピッチングです。投げました、ストレートサンチェス選手、まずは入れてきました、確か KBO 出身じゃなかったっけ、打ちました、ショート左へのゴロ、一塁送球、よし、スリーアウトチェンジ、よしよし、種市、さあ追加点取ろう、まずは追加点だ。今回のトップバッターはマーティン、今日はサーブ、あいいった、イエス、イエス、イエス、マーリン、左中間スタンドへ突き刺さった、見事に初球を捉えました。チームメイトが迎えます。イエス、マーティンポーズはまだですか、アップデートは。先ほどのプレー、さあこれ桜井選手ですね、右バッターボックスは3番中村、今日はサードゴロとセカンドフライ、もうちょっとサンチェス選手引っ張ってもよかったんじゃないか。第2球投げた、縦のカーブ、ボール、まあカットボールか、次第3球を投げた、これは引っ掛けた、当たり損ない、拾うか、ボールを掴んだ、読んでたんだけどな、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはロマンあふれる長距離選手、お願いします。今日はセンターフライとサードゴロ、みたいなチェンジアップ、次が縦のカーブか。第2球投げた、チェンジ2球連発続いてきたか。第3球を投げた、外れた、ボール、次は4球目投げました、見送ってボール、投球これから5球目、打ちました、これはキャッチャー間に合いません、ファールボール、さあどうする、投げました、あー空振り三振、安田選手、スケットレアード、第9投げました、ボール、投げました、外れた、ボール、投球は3球目投げました、打った、ピッチャーがよし抜ける、あっと抜けた、レアード、いいバッティングを見せました、お高梨選手だ、左バッターボックスは6番菅野、第9、うわー、変化球にスライダー前回はひどいよな、高梨選手、第2球投げた、ボール、インローへ、高梨選手といえば早稲田大学時代に完全試合を達成して、第3球を投げた、でプロ行った後も野球だけではなくてシチュー作ったりカレー作ったりと、野球選手だけではなくて料理人の一面もあると、第9見送ってボール、攻守問わずに料理人であると、投げた、打った、左中間のフライ、一損じた、取りました、これで3アウト、6回の表が終わって3、でもこれ追加欲しかった、追加点取れた、1番からの攻撃、先頭バッターは梶谷、今日はファーストゴロとセンターフライ、打った、これはいい当たりだ、打球はそのまま伸びていく、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。代打は大城、おー、広岡選手に帰って大城選手ですか、初球に送ってストライク、ストレートはボール、なるほどなるほど、投げた、3球目空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます、ボール、
第5球投げた、よし、空振り三振、よし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 、平際の魔術師丸、通算250初球から打ってった1、2塁間への当たり、よし、OK、スリーアウトチェンジ、種市、さあここは守備、あー若林選手ちょっと入ってね、スイッチだしどこでも守れるし、藤岡投げました、あっと引っ掛けた、いやー取りました、これでワンアウトランナーはありません、デラロサ選手ですよ、種市、いやここでデラロサ選手はやばいな、打ちました、引っ掛けた、これは内野へのフライだ、掴みました、これで2アウトランナーありません、さあ今日あんまり当たってない、今日はここまで3打数ノーヒット、打ちました、あまりどころか全く当たっていない岡選手ですね、第2球投げました、インロー空振り、バッター追い込んだ、カーブすごっ、追い込んでから第3球を投げました、アウトコース低め外れてボール、次は4球目投げました、打ちました、よし抜けた、さあ2アウトからランナー出たね、いいバッティングを見せました、あマシンガン系統にも程がない、4度目のバッターボックス、投球ボール、程があるよマシンガン系統にも、岡今シーズン9個目の盗塁を決めています、ジャイアンツ外野は浅めの守備を取ります、いや素晴らしい、3投できた、盗塁成功、やったぜ、岡今シーズン10個目の盗塁を決めています、第3球を投げました、ああ3球目空振り、バッター追い込まれました、次は4球目投げた、打った流し打ち、岡本取った、いやスリーアウトチェンジ、マリーンズ7回の裏ジャイアンツ、さあ金井選手続投ですね、よし、いや岡本選手を完全に封じ込めてますよ、素晴らしいですね、取りました、全部セカンドへの打球じゃない多分、間違えた、確か全部セカンドへの打球だったような気がするけど、ほらやっぱりサムネ取っておこうと、よいしょっと、まあ、サムネはまあ今日はこの人なんですけれどもね、まあ、この人って言っておきながらまだ見せてないんですけども、第9あーピッチャー返し、スモーク、ナイスバッティングです、バッターは6番重野、今日はピッチャーゴロとライトフライ、投げた、決まった、ストライク、投げた、危ない球、次は4球目打ちました、ジオカさん、させる、ダメか、ダメか、ピンチを広げてしまいました、大丈夫、まだピンチというあれではない、投げた、打った、三塁線切れてファール、第4球を投げました、もう第5球投げました、打った、痛烈な当たり、レフト前クリーンヒット、ちょっとピンチだね、吉川ナイスバッティングです、マリーズここは中間守備を取りました、投げました、1球目ストレート空振り、タイミング合いません、やばい、あかん、やってもだ、ライトバックワンバウンドヒットになる、まずは同点、住谷タイムリー、いやーやってもだ、続きます、種市、今のライダー松原選手か、マリーズここは外野フライも避けたい場面です、初球を打ちました、1、2塁間のボールは中継、マリーズここで勝ち越し、いやーやってしまった、これはまずい、最悪なパターンだ、打順をトップに帰って梶谷、通算155本塁打まであと7本としています、今日はここまで3打数ノーヒット、第3球は1球外したボール、第4球を投げました、打ったに当たりだ、レフトへ飛んだ、掴みました、ランナーそれぞれ1塁2塁、いやーまずいな、7回でひっくり返されたらまずいな、初球打ったサード、これは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ、7回の裏が終わりまして4対3、さあひっくり返そう、高木マリーンズ、この回はクリーンナップからのピッチャー何人の後、3人しかいないじゃん、やばいじゃん、実際のマシンガン系統と一緒じゃん、第9ツーシームはボール、さあ中村選手キャプテン、第2球投げました、打ちました、いやーボールを取る、一塁へ送る、ビエイラ取ってアウト、これでワンアウト、中村選手落ち着いてくれ、投げた、ストライク、まあ、これはしょうがない、これはしょうがない、いきなり155キロ投げた、あ打ちました、フラフラッと上がった、ダメでしょう、二塁キャンパス手前取りました、これで2アウト、ランナーありません、今操作してる試合全部勝ってんだから、今レアード今日はい、はい、オッケー、2本目、本日2冠目です、レアード今日これが2本目のホームラン、初球を完璧に捉えました、
いや素晴らしいですね。ベンチも祝福。釣ってさばいて握ってはいお待ち、ハマチを待ち、デリシャス。同点の場面、バッターは6番さすがの選手。今日はここまで3打数2安打。初球から打ってった。フラフラッター。いやーツーシーム苦手だな、やっぱりスプリットが苦手だな。スプリットとツーシームがあんま得意じゃないね。ジャイアンツこの回はクリーンナップ、この回は続投でしょ。バッターは平際の大丈夫、ライトフライ、ライトバックしていった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。ちょっと岡本選手だけに気をつけよう。岡本選手気をつけよう。ここ15本塁打まであと打ちました。三遊間の当たり、よし、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは5番スモーク。今日はここまで3打数1安打。スモーク選手やばいんだよな。打ちました。一発が怖いね。一発が。投球はこれから3球目、1球外してボール。投球これから4球目、打った打球は三遊間へ。藤岡掴んだ。藤岡選手よーし、 OK、 スリーアウトチェンジ。よし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 。種市中軸をビエイラ。いよいよ最終回を迎えました。この回のトップバッターは佐藤マリーンズ。ここはなんとか塁に出たいところ。1軍登板まだかな。投げたボール、まあ、佐藤選手足が出れば足があるからな。投げた。あーキャッチ、あー違うよ、違うんだよ。そうじゃねえんだよ。左バッターボックスは8番藤岡。第9球危ない球。藤岡選手投げた、打ちました。よし破ってった。さあどうする、さあどうする、さあどうする。いいバッティングを見せました。バッターはピッチャー種市。種市選手に送りバントをさせるか。代打まだ1人も使ってないからどうすか。和田選手代打。ピンチヒッターは和田。第9投げました。ボール。ここはねちょっと面白いことしよう。一塁へ一つ牽制。バント警戒やってるからあんまりこう派手なことはできないけど。投球これから2球目。これは抜けるね。素晴らしい。帰ってこい。藤岡ホームイン。よっしゃ。ホームイン。素晴らしい。土壇場ここで勝ち越しました。マリーン貴重な今。ワンアウトランナー2塁となりまして、岡今日はここまで4打数1安打。二塁ランナー飛び出している。タッチはセーフ。二塁はセーフ。和田飛び出している。ああ。外れたボール。二塁ランナースタート。外れた二塁ランナー。まずい、ダメ。それはまずかったな。それはまずかったな。それはまずかったな。投球は3球目。投げました。打った。吉川バックしていった。掴んでこれで3アウトになります。9回の。出だ。出だ。ダイソー和田選手そのままレフト、レフトの菅野選手をファーストで、安田選手に代えてショートにエチェバリア選手、ショートの藤岡を選手をサードにで、ピッチャー増田選手、はい、マリーンズピッチャー9回の裏さあ6番から追いかけます。ジャイアンツの攻撃。まずい、嘘、アホちゃん。見上げたホームラン。リプレイで初球シンカーすっぽ抜けでマウンドホームランとかさダメでしょ。第2球打った打球はファースト右。いや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 、マジですか。ランナーはありません。初球打ちました。レフト方向へ持っていきました。努力を無駄にしやがった。これで2アウト、ランナーありません。代打は北村。第9球さあ北村選手、初球はストライク。北村選手パンチ力あるしな。投げました。2球目ストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。投げました。よし。いや増田選手この罪は大きい、重いぞ。大田子。ゲームは延長に入ります。トップバッターはマーティン。投げました。初球を打った。二遊間。今シーズンはない延長戦です。ゲームでしか見られません。バッティングです。バッターは3番中村。今日はここまで4打数ノーヒット。あ、まずい。ショーフライになった。ファルボール。一塁牽制球を送ります。タッチセーフ。もう一度一塁牽制球です。一塁タッチセーフ。第2球ここで打ってきました。ピッチャーの右へ転がした。ピッチャーから一塁送球。一塁アウト。よし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 。さあ得点圏に。さあエチバリア選手、マリーン勝ち越しのチャンスを迎えます。打ちました。ファール。第2球投げた、打ちました。二塁ランナー三塁へ向かう。
アウト。マリーンズなおもチャンスが続いています。さあこれが試合代打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 井上選手、はい、こういう時に残してるんです井上選手を。通算100号に王手をかけています。マリーンズ一打勝ち越しのチャンス。投球これから2球目スラーバーボール第3球を投げた。ここだダメだった。一塁送球あ守備に阻まれました。スリーアウトチェンジチャンスをものに。いやー井上選手に変えて中継ぎがいないんだよな。有吉選手にしましょうか。どうすっかな。はい、マリーンズジャイアンツこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは梶谷。マリーンズこのバッターだけは塁に出したくないところ。打った。中村ボールを掴んだ。アウト。これでワンアウトランナーはありません。バッターは2番若林初球打ち一塁へ送る。よし中村うまくさばいています。ここまでここまで順調。ここまで順調。初球流し打ちレフト前のヒットになります。ボールが転がる。ボールは中継ショートから二塁送球丸ツーベースヒット。さあここで岡本選手さあどうする。一人を置いて迎えるバッターは岡本敬遠、うん、歩かせよう。ここで申告敬遠を選択。勝負を避けました。左バッターボクサー5番スモーク投げた。アウトコース低めいっぱい。まあ岡本選手勝負避けますよそりゃ。投げた打ちました。いい当たりサヨナラか。ボールは中継スモーク帰ってまずいことになった。満塁のピンチで迎えるバッターは重野。今日はホームランを打っています。どうすっかよな、はい、第1球サークルチェンジはストライク。まずは入れてきました。第3球打った三遊間の打球。あさよならさよなら負けマリン。いやーあーくそすげー悔しいな。サード藤岡選手のままはまずかったかな。ん？あれマジですか。いやはいということでね、無様に散りました。ということで次の動画でお会いしましょう。さよなら。